今日は気象庁から奄美地方の梅雨入りの発表がありました。大陸の方からは梅雨前線が長く伸び出していて、この前線の南側にはインド洋の方から非常に暖かい湿った空気が流れ込んできています。その影響もあって昨日は沖縄の与那国島で400ミリを超える大雨となってしまいましたが、今朝はこの前線や低気圧周辺で雲が発達しています。この時間は奄美や沖縄本島の北側のところで真っ白い雲の塊が見られますけども、これは発達した積乱雲です。この下では局地的に雨が激しく降っています。1時間に30ミリ前後降っているところもあるんですが、この後午後にかけても引き続き激しい雨や落雷、激しい突風にも気をつけてください。でこの先奄美や沖縄では曇りや雨の日が多くなりそうです。沖縄の梅雨入りも間近でしょう。で、梅雨入りということは、いよいよ大雨の季節がやってきたということになります。今のうちに防災グッズや避難場所を確認したり、水の流れが滞らないように側溝を掃除したりしておいてください。気象情報はこまめに確認するようにしましょう。